薄気味悪いところね。ここが死の森と呼ばれるゆえん、すぐ実感することになるわ。怖くないってばよ。私の好きな赤いチップちまいてね。わざわざありがとう。いえね、赤い血を見るとついうずいちゃうタチでした。ほんとか、悪かったね。どうやら今回は血の気の多いやつが集まったみたいね。あんたが一番血の気が多いんだってばよ。同意書よ。試験に参加する者にはまずこれにサインをしてもらうわ。じゃあ第二の試験の説明を始めるわ。早い話、ここでは極限のサバイバルに挑んでもらうわ。この第44演習場は鍵のかかった44個のゲート入り口に円状に囲まれてて、川と森、中央には塔がある。その内容は何でもありありの巻物争奪戦よ。巻物？そう、一次試験を通過したのは全部で26チーム。その半分の13チームには天の書、天地両方の書を持って中央の塔まで3人で来ること。つまり巻物を取られた13チーム半分が確実に落ちるってことね。踏み込む手アクセル。